結局政府与党はお金持ちのことしか考えてないんじゃないですか。以前ある有名な自民党政治家が下々の皆さんと演説の報道をね、演説したという報道あったりしたり、どこかの議長が議長になっても毎月もらう歳費は100万円しかないと発言した。今の政府与党は上から目線だというふうに私は思うんです。総理はこのこと十分分かってる、分かってるんだけど、総理の周りが良くない。総理ご自身がもっと伸び伸びね、遠慮しないで思いっきりね、庶民の政治家の味方だということで頑張ってもらいたい。どうでしょうか。こうした取り組みが一部の国民の利益にだけにつながるようなことがあってはならない。これはその通りだと思います。だからこそ、さっき言いました、人への投資、この所得の引き上げについても、フローとストック両方を兼ね備えることが重要であると申し上げています。あくまでも中間層の皆さんにしっかりと可処分所得を得て、そして経済を回していただく。